バブル期とかの人をね、この中在家っていう看板知ってる人はね、ちょこっと走り屋だったりとかそういう風な感じだったかも分かりません。うん、バイクも結構来てるんですけど、当時車でしたね。そちらを寄ってみようかなと思いながらやってきたんだけど、まあもう今ね、ここあの猿見の温泉っていう、まあ、温泉施設ができたので、結構ね普通の車両そういうのがよく走るようになったので、ちょっと今日寄らないでおこうかな。ちょっと行きがけに、久々にそっちにするかって思ったところに寄りたいかなと思います。舗装林道ですよもうそういうところ行くのはもうベスパさんでコテコテと行くようにしようかなと思ってたんですけど、はい、舗装林道の方に向かおうかと思います。ということで、向かいインターから降ります。向かいインターから降りなくてもね、この辺の道で降りていくと結構ね、あっちゃこっちゃどこもかしこも結構な道になってね、楽しいんですよ。よっこいしょ。おお、これじゃないよ、こっちだよ。ね、鈴鹿。なんか登山道ね、この道ですよ。雨の降った後の苔むし道路ということでね、十分気をつけて走ろうかなと思いますので、ゆっくりと行きますがね、はい、マイナス4感がたっぷりなんですけど、路面がだいぶ濡れてるなここでこの道をまっすぐ登っていくと落合の里だったかな、平家押し武者の里みたいなのがあるんですよね。わあ、めっちゃコケだね、本当にね。でまた結構滑るんだ久々だよね。久々なんだけどさ、思ってるよりも濡れてて、思ってるよりも嫌だったこの辺の道は免許取り立ての頃からね、車やバイクやどちらでもちょくちょくとよく走ってた道ですよ。あ、ここが登山道入り口、ここからが登山道らしいです。枝と苔で結構滑るよね。おう、いやー、いいね、いい感じだしな、いい感じなんですけどな、ちょっとね、さすがにね、どこだったかね、なんかね、滝があったんですよ、滝が。はい、そこにね、行ってみたいかなと思ってやってきてるんですけど、もう雨降りの後の林道に大型バイクで行きたくないな。あ、やっとここか。
クロスカブとかで来てた頃はね、このままこっちの三保走路の方に入ってくるとかね、その辺をオフサでもやってたりとかするんですけど、まあ、あの道も別にどってことない、ただの三保走の林道っていうだけで、どうっていうことはないんだけど、この辺だったっけ、違うよな、もっと向こうかな、ひたすら川沿いを走り抜けるんだが、こんな20キロなんていうペースで来たことがないよ。あ、ここかな。おお、止まろうとするとね、うわ、これだよ。これもう舗装路がね、めっちゃツルツルでさ、ね、止まれないぐらい。ちょっとギア入れながら一旦止めます。なんちゅう滝だったっけ忘れたけどね、そういうとこですよ。ちなみにこういう道なんですけどね、はい、もうねツルツルなんです来なきゃよかったこういうところでは、まあ、こういうね土のところの方が安定するのでね、ちょっとそちらに乗せましたよ。こういう道で一旦足つけちゃうとダメだね、滑っちゃうもんだからね、あの余計に気を取られちゃってアクセル踏めなくなっちゃう。落石落石、わ、鹿だ、鹿がいたよ、鹿が。あ、でもね、この滝が見えると、もうでももうじき、落合の里がもう近いところまで出てくるんだよね。確かに、お、蛇だ。はい、これが第二、あ、ここは、もうなんか完全に通れなくなってるね。よいしょ。知ってる道だからで大丈夫かなと思ってきていたんですけど、もう意外とっていうか、まあ、かなり怖い思いをして、こんな感じに通った道には思えないんだけどな。雨降りの中この道とか通ったことも何回かあるんだけどさ、まあ、株でだけどね、こんな状態で来るところじゃなかったね。こんな状態で来るには明らかに経験値不足ですよちょっと道の様子が良くなってきたね。この辺落合の里、違ったっけなはい、あ、道の様子が急に開けて、はい、人が住んでるところになると林道もね良くなりますよ。臨時駐車場、あ、ね、やっぱり落合の里ここだよ。これ落合の里の公園じゃなかったかな。落合の里、はい、こちらあのダムです。あのダムはこれから渡ってて、対岸側を渡るとね、結構道もくねくねしてて楽しいんですけど、はい、こちら側もね、あのダム綺麗でなかなかよろしいんですよ。釈上湖キャンプ場とか、まあ、この辺りとかもなんか昔はよく回ったんだよね。で、車で行くのに躊躇するようになって、この辺りをうろうろ回るのにバイクに乗り出すようになったっていうのが私のバイク歴ですよな。自転車趣味にしてた頃もよく走った道ですよね。坂道がずっと続くのでね、なんかいい鍛錬になるんですよ県道ね、
昔ながらの道が続く県道でございます。この道そのものは私が知ってる頃から変わんないよね。このままこっち進んでいっても完全に平地になっちゃうんだよね。平地になっちゃうからちょっと曲がってみようか。これどこに行くんだろう。知らない。どこだろうね。まあどっかに出るだろう。まあこの辺はね、言っても地元なので知らないことはないのでね。はい。なぜでもなるだろう。多分。遥かな星がなんだこっちゃい。あ、これだ。毎度毎度ね、地図で見てるとね、この池が真ん中に通れそうなところがあるからね、これが毎回気になるんだけど、多分この辺横山池、なるほど、慶長2年に完成したため池なんだって。ちょっと見に行ってみようぜ。よいしょ。いや、ここね、何が気になってんのかというとね、 Google マップの写真で見ると、でっかいため池なんだけど、あほら、道があるんだよ。こちらとね、こちらでため池で、この真ん中が通れるようになってるんだ、やっぱりね。あ、でも通ってっていいのかな。草丸家に寄り添ったからやめとこうか。といった感じの三重県神山通を走ってみた動画でしたな。